よし、みんな起きたな。あれからどうするか寝ながら考えてたら思いついたんだ。恐ろしく器用なやつだね。ここはほら、すごく殺風景な場所だしさ、逆に私らの世界に巻き込んじまうのはどう？言ってる意味がわかんねえよ。基地だったら平和じゃん。美味しいものも食べられるし。学校じゃなく基地だなんて、燃える。相変わらずノリノリね。けど行けるわけないじゃない。そっちは現世でしょ。手をつないでさ、みんなでえいって気合い入れれば行けるかもよ。だから、あんたらがすでに死んでるっていうのならさ、心霊写真とか心霊映像ぐらいのことはできそうじゃん。まさか。そんなことが可能なんですか。わからないけど試すぐらいはいいじゃん。ここよりは居心地がいいはずだよ。現世に。基地燃える。行ってみたい。わかったわ。よーし、みんな輪になって隣の人と手をつなげ。なんだよこの UFO でも呼ぶような儀式は。まあまあ、つないだわよ。えいって気合い入れると同時にジャンプしてね。その方が飛べそうだから。元の場所に着地してるだけだったらすげえ恥ずかしいことになるじゃねえか。試すぐらいいいではないですか。うちも帰れるよ。サイキックで協力するで。そんなすげえサイキックは先頭に行かせよ。みんな、心の準備はいいな。着地したら基地の中にいるからな。せーの、えい。まぶしい。ここが基地。マジかよ。本当に帰ってこれたし、連れてこられたわ。私らすげえ。すげえで済ませられる現象じゃねえぜ。さすが宇治や。自分もびっくりしてるじゃねえか。時間は何時なんだろう。電柱見ればわかるじゃん。え、朝の6時、ちょうど点呼が始まる時間じゃん。遅刻するわけにはいきません。連れてきた3人はどうするの。一緒に連れてこ。なんて説明すんだよ。ロードでもなるって。私たちも行くんですか。じゃなきゃ何のために来たんだよ。そうよ、入江さん、行きましょう。満喫しなきゃ損よ。はい。点呼を開始してください。1 2 3 4 5 6 7 8 9。総員6名、健在員9名。3名多いようですが。問題ありません。コラボですので。コラボとは。協力し合う仲間ということです。結果31 A は9名になったと。いえ、結果31 AB になりました。3人が加わることにより部隊名まで変わったと。はい。不思議なものですね。司令部も把握できていないのに、デフレクタ発生装置と電子軍人手帳を備えている。はい、仲間でありますから。点呼は問題なしとします。司令官には私から報告しておきます。ありがとうございます。やったー、押し通せた。
気だな。じゃあ清掃を軽く済ませたら朝食を食いに行こうぜ。学食のようなものがあるの？ああ、ここではカフェテリアって言うんだけどな。この時期に新顔だが、ねえ、不思議な生き物がたくさん跳ねてるのだけど、あれは何？襲ってきたりしないんでしょうか？大丈夫、ナービーっていうの。かわいいでしょ。すごく、なんていうか、不思議な生き物ね。でも確かにかわいいわ。ここでのんきに暮らしとるだけや。いたずらしたらあかんで。エビが食いて、エビの気分。あの、トラがいるんですけど。トラスラムこの軍では兵士のようね。そんなことありえます？あれ？初日以来のバイキングじゃん。なんて豪勢なの。すごいわ。ひなのを食べていいということでしょうか。そうだけど、まさか清掃の間に七瀬が気を回してくれたのか。信じられねえ。すごく迷うわ。そうよね、これだけの種類から選べるだなんて。トルネードで巻き上げられる食券は自分で選べなかったですしね。私が選んでやるよ。これとこれとこれとこれ合わせてみろよ。あらゆる足が生えた生き物丼になるぞ。やだろ、なんかトラウマになりそうだろ。ってこのツッコミも2回目だからな。いいや、自分たちで選ぶわ。その方が楽しそう。いろんなのをちょっとずつ味わってみたいです。刀削麺もあるんだぜ。それは何？片手に生地、片手に包丁を持って湯の沸いた鍋の前に立ち、生地を細長く鍋の中にそぎ落として茹でるやつ。まさか、あれがあるの？どんだけ食いついてくるんだよ。でも麺は腹がすぐ膨れるで。だったら、かなでちゃん、入江さん、シェアして食べない？そうね、そうしましょう。この辛さとしびれ、素晴らしい風味だわ。本場のスパイスを使ってる感じね。難しいことは分かりませんけど、美味しいです。アリス、嬉しいね。店主みたいに言うなよ、勧めただけだろ。ごちそうさま。すごいわ、こんなにたくさん美味しいものが味わえるなんて。素晴らしいところね。しかもここっていいライブ会場になりそうです。ドラムやってるって言ってたけど、ライブまでやってたんだ。彼女は女性4人でガールズデッドモンスターというバンドで活動してたの。主に食堂でゲリラライブを行っていて、学園内では大人気だったのよ。へえ、やってること完全に私らのオマージュじゃん。きっと向こうの方が先だから、あたしらがオマージュしている側になると思うぞ。あなたたち6人でですか？そう、ツインボーカルでスクリーマーまでいるんだぜ。いい暮らしをしているのね。もちろんいいことばかりじゃないぜ。なんせ人類のピンチだ。でもまだ時間はあるな。あたしらのスタジオに案内するよ。言ってるじゃん。すみません、空き教室的な場所に楽器を持ち込んだだけのものを予想していたものでして。地下にあって秘密基地みたいでテンション上がるわ。ねえ、
一曲聴かせてくれない？興味あります。じゃあやるか。ええやないか。相手は音楽がわかるようなので今の腕を見てもらいたいです。向こうにはドラマーがいるんだよ。私が一番プレッシャーかかるじゃねえか。どうだった？最高でした。こんな激しいのも悪くないわね。サンジ、よかった。やったな。ドキドキした。私の方がドキドキものだったよ。なあ、ガールズデッドモンスターってバンドの曲も教えてくれよ。大人気だったんだろ。カバーしてみたい。でも曲は私が作ったわけでは。まあ、その一員だったんだからいいんじゃない。では僭越ながら私が代表して。サン 1AB 総員、司令官室に集合してください。おっと、呼び出しだ。敵が攻めてきたということ？それは行ってみなくちゃわからない。今は仲間なんだから一緒に行くわ。ああ、ついてきてくれ。状況を説明するわよ。早朝、監視部隊から警報が届けられたわ。前橋市北部にキャンサーが活発との内容だったから、先ほど偵察部隊を送ったところよ。じゃあ、すぐに出撃ってわけじゃないの？そうね、すぐではないわ。 31A への行動指示は、偵察部隊からの情報をもとに司令部で分析してから。本日は 31AB であります。そうだったわ。出撃は翌日早朝を予定している。緊急連絡には対応できるように待機してね。了解。というわけで明日まで待機だな。待機といっても何をしていればいいの？アリーナで訓練しておくぐらいだろうな。あの敵がいるの？いや、データ上のキャンサーを相手にだ。そんなことより、この基地を満喫してもらった方がよくない？だったら、フレーバー通りがおすすめね。喫茶店に温泉、ブティックに映画館にゲームセンターまであります。え、何それ？そんなものまであるんですか。気に入らなかった？いいえ、そんなのとずっと無縁で暮らしてたから驚いただけ。私らはさ、さっきみゆきちから教えてもらった曲をスタジオで練習しようぜ。なんでだよ。明日の作戦が終わったらライブで披露したいから。また来たよ、いきなりの無茶ぶりが。へえ、それは楽しみね。じゃあ私たち3人でディッセンバー通りを回ってみない？いつ12月の通りになったんだよ。そうね。異論はありません。じゃあここで一旦別れよう。楽しんでいきな。これが戦う人たちの最前線基地。未来にでも来たみたい。確かに士気も上がりそう。浴場はありましたが、さすがに温泉まではありませんでしたね。サウナもあるみたい。ど
れだけ充実してるのよ。ここは雑貨屋さんのようね。何ここ、ワクワクする小物がたくさんある。そういうものなのよ、雑貨屋さんってのは。これはメモ帳？すごく可愛らしいわ。このマグカップいいな。こんなので休憩中にお茶したい。木製のしおりがあるわ。彫刻細工が施されていて綺麗。これがあったらたくさん本を読んじゃいそう。こんな小さな花瓶に入っている花を部屋に飾っておけたら気分が高まるわ。それはコスモスでは？え？そうだと思うけど、エリエさん、好きな花なの？だって、すごく可愛らしいじゃないですか。小さく控えめで。あなたみたい。いや、私なんてとてもとても。この機械の中にある GP っていう通貨で買えるらしいから買ってあげるわ。いいんですか？すみません。これがブティックよ。入ってみましょう。大人が着る服がたくさんある。別に私たちが着てもいいぐらいのものばかりよ。そうなの？私そういうこと全く知らないから。私もです。かなでちゃんはこんなデニムスカート似合うんじゃないかしら。上はこっちのボーダーのシャツとか。すごい、そんな格好したことない。勉強になるわ。入江さんはこんなオーバーサイズのパーカーを着てたらすごくキュートだと思うわ。あ、私がキュート？素材がいいんだもの、大変身するわよ。そうでしょうか。ここがゲームセンターのようね。たくさんディスプレイがある。全部ゲームよ。おっと、ゾンビを撃つガンシューティングゲームがあるじゃない。これで一勝負といかない？ユリたちが有利ね、銃を使い慣れているもの。私だって携帯していただけで使ったことはありません。別に負けても罰ゲームもないし、単純に楽しみましょう。カエルちゃん、なかなかやるじゃない。立場的に負けてられないんだけど。怖い。ユリエさんは怖がって前で撃ちなさいよ。ただのゲームなのよ。はい。なんとか意地で勝った。さすがね、ユリ。怖かったですけど楽しかったです。少し歩き疲れたわね。どこかゆっくりできるところを探しましょうか。喫茶店みたい。ちょっと休んでいかない？そうね。
ニューが充実しすぎ。コーヒーだけでも10種類ぐらいあるわ。キャラメルラテって何ですか？想像もつかないんですけど。頼んでみなさいよ。じゃあ私はこの得体の知れないタピオカミルクティーで。私も攻めてみようかしら。ベルギーチョコココアにするわ。何この甘い香り。一瞬にしてこのテーブルが甘い空間に変わったわ。もしかして全て甘いんじゃ。別にカロリーなんて今更気にしなくてもいいでしょ。飲みましょ。くぅ、何このコクのあるチョコの味。すごいわ。ミルキーかつ飲み物なのにもちもち食感がたまらないわ。昔懐かしいキャラメルが芳醇に味わえます。これ、改めてすごいところね、ここ。何の音？これが鳴ったのよ。あの、武器を呼び出す？カフェテリアで交流して一緒に夕飯食べようってメッセージが届いてるわ。なんてハイテクな機械。食べられちゃうの？ああ、命に感謝しながら明日からの戦う力に変えるためにな。本当にすごい。みんなも明日は一緒に戦うんだから、しっかり食べなよ。え、いただきます。いただきます。いただきます。どう？美味しいっていう語彙力に乏しい感想しか浮かばない。なんて美味しいの。今語彙力に乏しいって言ったばかりなのに、よく同じ感想をねじ込んでこれたわね。だって美味しいんだもの。そうね、美味しいわ。はい、泣きそうなくらい美味しいです。ベッドは6つしかないから、3名はペアで寝ることにしようぜ。そんな、私たちは床でいいわよ。ねえ。え。そうです。硬い床で寝たら体が凝って明日の作戦に響くって、万全の体調で臨まないと。それは、そう。だけれど。まあ、ルカは泉とで決定やろ。やめろ！何真っ先に決めつけてきやがんだよ！元ファンなんだよ！元ファンとその元アーティストを一緒のベッドに放り込むなよ！え？我慢効かなくなって遅いぞ？聞くよ！バカかお前！仲間だぞ！ならいいな。いいよ！いいか、心の準備が必要だから他決めてろよ！うち寝相悪いから、誰かと寝ると迷惑かけんねん。私も帽子をかぶって寝るので、その唾が顔面に激突するかもしれません。メグミンとタマさんは一人の方がいいみたいだな。司さん、私のところ来る？いつも同じ部屋で寝てるのだもの。ベッドが同じになるくらいで襲いやすくならないはず。自分ら仲間同士で襲われすごい舞台や思われるで。残りのベッドは2つだけど、どうする？私は別に誰とでも、むしろ誰かいてくれた方がよく眠れるかもしれません。じゃあ、私が入江さんと寝るわ。かなでちゃん、一人でいいわよね。ええ、もちろん。みんな近くにいるし。では、おやす。寝るスピードが今日だけは助かるぜ。朝までじっとしていてくれよ。ルカさんを抱き枕のようにして寝たら。死ねえよ！
指一本触れるかよ。じゃあ私たちも寝よ。来るなら来なさい。おやすみなさい。はあ、おやすみなさい。ずっと眺めているのね、そのコスモス。はい、とても懐かしくて。もしかして生前の記憶に関係してる？はい、たくさんのコスモスに包まれていた記憶があります。そこで私は長い間眠っていたんです。あれ、それは生きていた時の記憶なんでしょうか？どういうこと？お花畑で横になって寝るなんておかしくありませんか？幼い頃、家族で旅行に出かけてとかならありそうだけど。そこまで幼いと、それがコスモスかどうかなんて私にはわからないと思います。そうね、ちょっと不自然かもね。とにかく今日はもう休みましょう。はい、ではおやすみなさい、ゆりっぺさん。おやすみなさい、ゆりえさん。